バックハンドスライスでのインパクトでの動きになります。横向いて高く準備して左足を決めて前足に乗りました。その後ボールを取りに行くんですけども、ボールを上から見てしっかりとボールにラケット面が当たるように上から押さえに入ってください。後ろから入ってしまうとボールは浮いてしまいますので、後ろから入るのではなくて上から押さえに行きます。上から押さえに行くときはですね、体がこう回ってほしくないんですね。バランス崩してしまいますので、体を回して押さえに行くのではなくて、もう胸の向きはずっと向こう向きです。胸の向きはずっと向こう向きのまま両手を下ろす感じ。横向いたまま両手を下ろす感じでボールを触りに行ってください。左足を決めてラケットを高く準備。右足に入ったと体重を右足に乗っけた時に後ろ向き。そこからインパクトでの動きは胸の向きをそちら側に向けたまま両手を下ろしていく。この時にしっかりボールを押さえる。これがこうならないように左手をしっかりと後ろ側に抜いてあげてください。そうすることで体の開きを抑えてボールをしっかり押さえながらバックスピンをかけることができます。体もブレなくなってきますので、こういう、これがこうなると頭も体もブレてしまいますので、横向きキープで打つことを気をつけてみてください。